言うこと聞かない、なんかもう好き勝手やってるいい子だと思われてると思います。最後最終的にいい子だと思ってると信じたい。性格が弱いって言われたことはありますね。今もそう思っていると思います。やりたいとか言って突っ走った割にそれたみたいなとか、でも好きでそれてるみたいなのを多分お父さんは多分理解しがたいけど、娘だからって頑張って理解してくれてるような、すごい破天荒だと思われてると思います。娘が大学に入るまでは結構門限とか厳しくしたんですよ。で、それが反動だったのか、大学に入った決まった瞬間にレインボーカラーに髪を レインボーカラーに染めていて どうなんだろうな。そこまで嫌がられてはないと思うんだけどな。優しいですけど厳格。父は真面目で無口で、人に何かものを教えるのが本当に下手くそな人でした。全部バレてると思うんですよね。変なところ面倒くさいし、変なところズボラだし、自分にはずるく甘いなとか思われてるなと、まあ全部バレてると思いますね。私が東京に就職したいって言った時に母がすごく反対したんですけども、父親は田舎の勤勉より江戸の昼寝って言って、江戸で昼寝してたぐらいの方がいろんなものを吸収するんだから行ってこいって言った。それが今の自分の原点です。